はい、皆さん、こんにちは。資格コンサルタントの横山と申します。令和4年度のマンション管理士試験の合格発表が先日ありましたので、試験結果について見ていきたいと思います。令和4年度の試験結果ですが、受験者数が12,209人の方が受験をされました。前回が12,520人の方が受験されましたので、やや減少しました。 合格者数ですが1402人の方が合格されました前回が1238人でしたので増加しましたよって合格率は11.5%前回が9.9%でしたので上昇しました合格最低点が40問前回が38問でしたのでやや上昇しました合格者平均年齢が47.8歳 前回が47.7歳でしたので、ほぼ同じでした。はい。えー、では次に合格率の推移を見ていきたいと思います。えー、まず、えー、受験者数ですけども、令和4年度は12,209人の方がですね、えー、受験をされました。えー、10年ぐらいで見てみますと、10年前はですね、15,000人を超えてた時期もあるわけですね。えー、ですが、えー、減少傾向にあったわけですね。ずっと減少してましてですね。えー 令和ですね、えー、2年からですね、令和2年からですね、今度は増加に転じましたね。で、えー、今回ですね、またちょっと減りましたけども、まあ10年ぐらいで見ますとですね、えー、増加に転じているのがね、わかるかと思います。まあ、今後もですね、えー、1万2二千人台で推移するのかなという感じはしますね。合格者数が今回ね、1、えー 1402人の方がですね合格されました次に合格率ですけどもね10年ぐらいで見ると一番高い年でしたねまあだいたいですね10%弱のね合格率の試験なんですけどねまあ今回10%を超えて11.5%でしたねまああのだいたい10%弱でね推移している試験ですからね、まあ、今後今年はちょっとね、えー、特別な年だったのかなという感じでねまあ 来年度以降もですね、10%以下になるんじゃないかなという感じはしますね。えー、次にですね、合格最低点ですね。今回40問ということで、10年ぐらいまで、えー、10年ぐらいで見てもね、一番ね、えー、高い年でしたね。まあたい 40, 40問弱ですね。だいたい30、えー、30後半ですね。37とか8とかね、9とか、まあその辺がね、 えー、多い試験なんですけど、今回40問ということでね。まあそういう意味でもね、えー、特別な試験だったのかなと、特別な年だったのかなという感じはしますね。